お金バンクも行く。勝ちに行こう。自慢の中継ぎ陣でそうよ。勝ちが見たい。和田の今の調子ならとても先発ローテは務まらない。国母は先発ローテ確定を取り消して地区5調整を言い渡した方がいい。さすがに打たれすぎ。これ以上は点を取らせないで、野手はもうあと2点くらい取ってくれ。マッキーもう打賞。相手ピッチャー大丈夫かな。沢柳くん残念だな。勝負所で垂れてまう勉強だよ。タクちゃんが打つといいな。先発全員安打。さすがにズム打たれすぎ。これ以上は点をやるなよ。野手はあと2点くらい取って。カーブがすごいんじゃなかったっけ。投げた。沢柳にとってはいい経験。よかよか。どんどんいろいろ試していこう。ここまでの対外試合で乱打戦なかったから、こういう試合も経験しとけるのいいね。中野が普段通りだったらとっくにひっくり返されてる試合。失投はファームほど見逃してくれないというか、観客の差も響いたかな。沢柳くん、こういうところがタイガースの怖いところよ。見ててすごい試合だけど、ホークス頑張れよ。これもしかして逆転されたりする？ご視聴ありがとうございました。